と思います。そして昨晩はこちら小波さんに宿泊させていただきました。これ小波幸せを感じて生きてます。だけど時々抱えきれずいっぱいになって叫び出す。未来は闇夜の向こうで僕らに手招き飲み込まれそう。そんな時なんと海女さんがバーベキューをしてくださったりとか、まあ、いろんなことを教えてくださるそうなので聞いてみたいと思います。耳抜きの方法とかね、めっちゃ楽しみ。海女小屋？そうだね。楽しみ楽しみ。昔のね衣装、昔の、昔この衣装でも着てましたので、今はウエットスーツ。ああすごい。じゃあやっぱりウエットスーツの方が、はい、あのその格好よりも泳ぎやすい。泳ぎやすいか寒さにもね。ああ今まだ現役ですか？現役です。うわーすごい。おいくつとか聞いていいんですか？66歳。すごい、本当にすごい。すごい。すごい。お肌き、ま、そうですか。すごい。何も手入れしてませんけどね。すごい。もう お子さんとかみんな代々ですか？私までは代々なんやけど。
子供はしてないです。あ、今でも若い人もいるんですか？少ないんですよ。でもなんか有名な海女さんの綺麗な女性の方、なんか取材されてる方いますよね。海女さん、親子三代の。あ、そうかも。なんか鳥羽の方ですね。そうですね。あなたたちも観光のためのリーダーです。あ、なるほど。え、でも今10代で現役の人とかいるんですか？この地区は一人います。19歳、去年高校卒業して、その子も4代目。あ、そうですか。最近ね、男性が増えてきて。旦那さん？はい、男の人が。女の人より男の人も多くなってきてるんですよね。あの、ウエットスーツ着てるもんね。あ、なるほど。やっぱり取るまで最初そういう練習みたいなのが結構あるんですか？あの、一人前になるまで昔は3年かかるって言われました。え、耳抜きとかもするんですか？あ、私らもね、小さい時から家の前が海だったんで、もう自然と僕のも耳抜いてるんで。あ、学生時代からしてたんで。じゃあ耳抜きしようと思ってするんじゃなくて、自然に。すごい。すごい。本当にみんな元気って何歳ぐらい？あのね、この地区でね、最高年齢84年とかで、アワビの時期だけのお店です。すごい。今年は84かな。すごい。すごい、確かに。アマさんはね、好きでしてる仕事なんで、みんな。だから健康でしたらやめられないですよね。で、自由が利くから、で、自分が取ったものが自分の収入になるから、気を使わなくてもいいし。海女さんの向き不向きあるんですか？え、向き不向き。ありますよね。やっぱり。それって、あ、この子はもう無理やなとか、なりたいって言って来て、向いてないっていうんですか？もういますけど、うん、長年してても取る人と取らない人ですね。あ、すごい、めっちゃ取りそうな感じ。めっちゃすごい。大雑把な人が向いてるとかなんかあるんですか？なんかこう、あっけらかんと神経質やと向いてへんとか逆に。でも運転向いてる人向いてへん人とかいますもんね。もう長年してるから、私らも海の中の地図が頭に入ってるので、ここ行ったらどういう岩があるとかいうのは分かってるんで。すごい。すごいな。そういうの覚えてないと物が取りづらいですよね。そりゃそうですよね。焼けましたのでどうぞ。暑いですからね、はい、軍手片方置いてますので、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ操作してください。これも貝類を味付けしないで焼いてますのでね。はい、結構強いと聞いてます。すごい、おいしそう。お、お、あ、そういうことか。お、自然の塩味、いただきます。うん、うん、めっちゃおいしい。うん、うん、お、すごいおいしい。あの、この海水の風味、すごい美味しいですね。すっごい美味しい。あのよくバーベキューとかで買ってきて食べるのと全然違う。本気で美味しいです。あの、思ってた以上に風味が良かったです。めっちゃ美味しい。ホタテみたい。ホタテに似てるけど味もまた違うから。ホタテみたい。ホタテの小さいバージョン。五色貝、ヒヨギ貝、アッパ貝。アッパ貝っていいですね。アッパレな感じで。いただきます。
うん、甘い。このサザエとはまた全然違う味。地元の人でもね、この日を結構食べますので、ね、美味しい。あの今洋食してるんで、洋食屋さんで食べたりしてね、家で食べたりします。絶対美味しい、イカ大好き。この日曜日貝もね、昔は天然の貝がたくさんいたんですけどね、うん、少なくなってきてるんで、養殖してるんですね。昔、私アメリカにも行ったことあるんですけど、アメリカで海女の仕事してたんで、アメリカですか。その時に、友達とかで招待されて、パーティーなんか行って、うん、見たわ、丸焼きにしたりする。まあ、あんなん見たったら、もう、かわいそうですね。観光アマでね、2年間アメリカに行って。アメリカのどちらに行ってたの？サンディエゴ。サンディエゴとロスとオハイオ。それはオハイオ、はい、なんとかの有名なゴシップガールに出てくる。うん、これはアメリカに自分から行ったんですか？広めるためにとか、それとも呼ばれて行かれたの？会社は横浜にあったんですけど。横浜？東京の？横浜にいらっしゃったんですか？会社ね、あ、この会社がアマさんを雇いに来て、へえ。で、行こうかな。面白い。英語喋れるようになりましたか？そうではね。すごい。帰ってきてから使わないから。でも最近海外のお客さん多いんでね、思い出しながら。すごい。すごい。インターナショナル。すごい。でも最後見たことできる。イカ行ってみよう。イカス味してますかね。これでもいただきます。うん、美味しい。もう冷めちゃった、喋りすぎて。美味しい。あ、何もつけなく、ついてなくても美味しい、やっぱり。ご飯はね、ひじきの釜飯です。あ、熱い。あ、すごい立派なひじき、太くて。いただきます。これは味付けは生地きと、あ、これは、うん、はい、ひじきとこれは椎茸。うん、くちばしのある。いただきます。ありがとうございます。自然の甘いひじきがとても甘いです。暑いですから火を取りますね。ありがとうございます。全然これは、あ、みりん干し、うん、あ、おいしい、おいしい。アフラがあります。めっちゃおいしい。おいしい。ミスカート式なんですけど、これ上上げてください。細くないです。嬉しい。好きです。なんで笑うんですか？うるさい。給食すごい。はい、もう1枚。まだ。そしたら甘さんらしくなる。すごい。いきますよ。はい、チーズ。
もう一枚いきますね。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。すごい。これはこれで取る。うん。アワビはこちらの平たい方でこちらで起こすの。で、あ、引っ掛けて。すごい。そんな時